東甘井岳から望む熊笹に覆われた甘井岳、山頂部甘井岳は、滋賀県東大見市と、道県甲賀市の境にある標高1238メートルの鈴鹿山脈の山。1968年7月22日に、山域は鈴鹿国定公園指定された、越川源流の山である。別称が、白倉岳、藤切れ岳。 鈴鹿山脈の第二の後方で、東側に東山越岳がある。龍ヶ岳と同様に、山頂付近は熊笹に覆われた、なだらかな山陽の山である。山頂には熊笹に囲まれた小さな池があり、古くから山い信仰の対象とされ、下流域の農民がこの池に搭配していたことが、山名の由来となっている。この池には、森青ガエルが生息している。 山腹は天然林と新葉樹の植林地が煽り混じり汗び、栗、本尺投げ、水ならなどが分布し、日本カモシカ日本ジカマムシヤマビルなどが生息している。山頂付近からは西方に、琵琶湖、東方に、鈴鹿山脈を望むことができる。北東山腹にあったお池鉱山跡、 最盛期の明治末期頃の約300人の工夫が銀や銅などを採掘していた。北側のいぶとの安部の杉峠及び釈迦岳と国見岳との安部の根の平峠を経由して、滋賀県東大西高津畑と三重県三重郡、小物町千草を結ぶ山越古道は、千草越と呼ばれていた。1570年に、織田信長がこの千草越の統設国を移動する際に、 杉谷禅樹坊に、ひなわ銃で狙撃されたが難を逃れていたことが、知られている。その周辺に、杉谷禅樹坊の隠れ岩がある。杉峠と根の平峠にはかつて茶屋があり、武士、商人、旅人などが往来していた。幕末から明治にかけて、南側の周辺山腹の6箇所の鉱山で、銀、銅、鉛などが産出されていた。 杉峠の西側の高山鉱山、東側の小池鉱山、国倉井鉱山、高明鉱山、大倉鉱山があった。小池鉱山付近には半端があり、明治末期の最盛期には300人余りの工夫が働いていた。その周辺には、金山神社と高明神城小学校があった。滋賀県側では、雨子い信仰の対象であり、山上にある。 小さな枯れることない池で、昔神事が行われていた。各方面から登山道が開設されている。整備状況により、熊笹などの矢部で歩きにくい場合がある。交津畑からのルートなどでは夏季に山ビルが現れる。1964年から34年間、近畿日本鉄道、朝日新聞社及び名古屋テレビが中心となり、 鈴鹿セブンマウイン,ンの登山大会が始まり、その一座であった。登山道周辺ではアザミ、アセビ、岩鏡、岩内は、キランソウ、スミレ、センブリ、ツルアリ同士、ツルリンドウ、トリカブト、本尺投げ、ママコナ、マムシグサ、リンドウなどの花が見られる。周辺のオーネや、東山小井岳山頂などからは、ビワコや 周辺の鈴鹿山脈の山並みを見渡すことができる。東山小岳は、山小岳と比較して開放的で見晴らしが良い。国井谷沿いの国井谷出会いから倉谷の区間では、道迷いによる遭難が多発していて、滋賀県警察と東大見市、山岳遭難対策協議会による注意標識が設置されている。国道七十七号の竹平トンネルの西に、 ある。甘子井岳の登山口その他、大城、伊ぶねなどからのバリエーションルートがある。鈴鹿山脈の第二の広報で、甲賀市の最高峰である。甘子井岳の山頂直下北から望む、北側の展望、北側に伸びる、杉峠の頭との暗部に、杉峠がある。中央のなだらかな山は、いぶね。その背後に、鈴鹿山脈主稜線の山並み、右側から釈迦が、 竹、龍河、竹、藤原岳、お池岳、両前山。お池岳と両前山の間の作用に、伊吹山が望める。鈴鹿山脈の主稜線にある、五在所岳から西に伸びる尾根にある。尾根は、西方の綿向山と北方の水谷岳の尾根を呼び、伊舟、長子が口などの尾根が伸びる。山頂の一点キロメートル東に、標高線73 7 3ルの七。 人山がある。源流となる以下の河川は、琵琶湖へ流れる。北側の杉峠の頭との安部の杉峠、古くは、地区津の山越古道であった。周辺には、以下の峠がある。ありがとうございます。